今日紹介するのはこのハサミですよね。こうやってこの2本の指をここに入れて、でまあこの下の指が自由にこう動くんですよね。それで親指で押して紐を切るんですよね。でこのハサミやるとこう片手でこうやってこう縛って、この辺でこうハサミを探してまた切って、またハサミこう戻すこともなく、この植物の仕立てにこう集中ができるんですよね。両手でこうやって縛って、それで一回離してこの辺でハサミ探すこともなく、このまま切るっていう。それでまあ使ってない時は押してこの簡単なスイッチで止めれば簡単に取れるんですよね。こういう感じで全然場所を取らないし、あるとすごく便利ですよね。このスル性の植物とか特にバラはやっぱり両手は使いたいんですよね。例えば片手でこう押さえながら右手で縛るっていう、で特にトゲがあるものがしっかり押さえないとこう跳ね返ってくると痛い目に遭うから、両手が空いてるというのはすごくいいことですよね。